こここに生きるとということの意味がよくわかりません今ここに生きるということは最も重要なことと言っても過言ではないなぜなら私たちの本源である神というのは実は今ここにしか現れてないんだよねじゃあ逆から言うと今のここに生きてないというのはどういうことかというと多くの人間は今に過去を投影してるということをやってるわけ。つまり過去を経験したことを 体験したこと、そして学んだこと、そういう一つ一つのことが記憶となって私たちの心の中に刻まれていて、そして今起きる出来事がその過去の記憶の心の中にあるものが反応して、その心の中にある一つのフィルターを通して今に向き合っているんだよね。だから、過去をもし嫌な体験をしたとしたら、その嫌な体験が今にも現れてるんじゃないかという、本当は今日まっさらな形で目の前に 様々な出来事が展開しているにもかかわらず、自分なりのフィルターで今に向き合うということをやってしまったりしている。もしくは、そのフィルターを未来に向けていって、不安とか心配、このまま行ったらこうなっちゃうんじゃないかな、ああなっちゃうんじゃないかな、うまくいかないんじゃないかな、というふうに、常に意識が未来に行ってしまったり、もしくは過去を参照して今に向き合ったりしているので、純粋な今となかなか向き合えてないんだよね。なので、多くの人は、 今に生きていないで過去もしくは未来に生きているその過去と未来っていうのはその人が独自に作り上げた一つの幻想といっても過言ではないわけじゃあ今に向き合うにはどうしたらいいかというと私たちが無意識のうちに反応しているその心に気がつくということが大事なんだよね今目の前に起きていることに対して心が反応して過去のあの出来事この出来事こういう知識こういう先入観というものが働いちゃってるな という,ふうに自分で自分を客観的に見て気がつく自分の反応に少し距離を置いてあ今こういうふうに反応してるぞあ私は自分の知識自分の中にある価値観というものがこの出来事に反応してそういうものの見方をしようとしてる自分がいるなというふうに自分が今に過去を投影しているという一つのこの仕組みからくりというものを見破るとエネルギーが注がれなくなるという言い方をするんだけどその力を持たなくなってくるわけ 自分が勝手にいろんな幻想を見ようとしてただけなんだなということに気づいて、そして今この瞬間現れているものの純粋なものが結果として少しずつ見えてきたりする。例えば今目の前に食事が出されてもそのことを味わわずに明日起きるかもしれない仕事のこととか、このまま行くとこうなっちゃうんじゃないかなっていう心配事にね意識が向けてしまって今は味わえてない状態になってしまうんだよね。でもそれに気がつけばいい。 そういうふうについつい意識が行ってしまうのは過去の癖だったりとかは、もしくはこの自我意識というものを持ち合わせている人間の一つの性質でもある。まあ、いろんな学ぶために持っているその自我意識が、諸ハの剣のように逆作用になってしまってたりする側面もあるわけ、それを持っている以上は。だから、未来のことばっかり心配してたな、ということの自分に気がついたら、そういう自分を責める必要は一切ない。気がつくだけでいいんだよね。 ある意味では条件反射のように洗脳されているかのようにして私たちは過去の自分自身の心が反応しちゃっているのでそういったことに少しずつ気づくようになっていくとだんだんその妄想にエネルギーが注がれなくなって今に純粋に向き合えるようになってくるんだよね意識の状態に注意深く気づいているでかつそのことに対して善悪の判断を下さないということを愚直に忘れてはもう一度思い出して実践し忘れてはまた 元に戻すということを続けていくと初めてあ今に生きるってことはこんな素晴らしいことだったんだということを少しずつ結果としてね味わっていけることができるので是非、まあ、ねそういうあり方で自分自身の日常に向き合って今ここに生きるということの素晴らしさをね見いだしていただければと思うよね。